食べから目もんけないん <music> はいみなさんこんにちはトップです本日はですね見えるごちゃん、えー、こちら見ていきたいと思います、まあ、前回ね2話も見させていただきまして、まあ、こちらの方がね皆さんの方がなぜか大好評まあけど一部の方からね画面見ないんだったらリアクション3見なくないっていうことだったのでまあ、今回はね頑張ってがっつり画面の方を向いてねお届けしたいなと思っておりますまあ、僕としては非常に苦手なジャンルなんですけども僕と一緒に見るとなんとかこのアニメを見れるんだっていう人もいましてまあ、そういうのを見ちゃうとね、まあ 頑張りたいいななっていう気も起きるわけなんですよでさらにはなんだかんだね、今期始まったアニメの中で、まあ、再生数に対しての高評価率、そしてコメント率考えると、これダントツ一番っていうことで、まあ、それがそれでまたね、この僕をここから逃げられなくしているというか、完全にこのね、作品の、そして視聴者の罠にはまってしまっている状態なんですけども、果たして今回ね、第3話一体どうなるのか、まあ、前回のラストみたいなね、猫の話みたいな感じでやってほしいんですけどね。まあ、とにかく、まあ、今回ね、画面から目を背けず、えー、頑張ってやっていきたい と思うので、えー、ぜひぜひ皆さん応援のほどよろしくお願いしますぜひ、うんえー、皆さんも録画したものもしくはビデオでものを使って一緒にお楽しみください簡単なご案内され編スタートですよろしく頼むぞ三、二、一。さあ来たようん あ、お父さんお父さんレアキャラーだと思ってたけどこれから出てくるのかなあっもうこういう音楽でいこうねあーけどなんかありそうバスの中突然変わった瞬間出てきたの気もするうん大丈夫えあ女の子か うん、大丈夫。<laughs> いやあ、すっちゃば、スタバ的な感じねえ、おかしいでしょいや、おかしいだろ、気づけよ、お前。鈍いな。しかも、そんなの聞くんか。うーん、もう絶対おかしい。 けど画面からは目を背けない俺は。けど、ん何まあ周りは気づいてないのか。普通に会話してて。自分にだけ見えてんだね。えあえ いやもう、全部こいつから出てんのか、そういうことか。あ,あセーフ。もう本当にもうやめて。ねえ。もういいから、これオープニング終わったらどうせあれだろう、う本編始まったらなんか始まるパターンでしょ、今のあれ。なんであの子から全部いろんな声が聞こえるんだよ。油断したわ、最初。普通になんか乗客かと思ったら徐々に徐々に近づいてきてさ、ムカつくわ。 けど、見ててくれた通り、僕は今回頑張るから、あの、決してこっちに体を向けずに、最後まで見せ、見て、見切って、見せますよ。あの、僕の本当その勇姿を、最後までいけたら、ぜひぜひ、高評価お願いします。もうほら、こうやってオープニングだってじっと見てるでしょ 何もなかったっけあまりにもちゃんと見なさすぎて、オープニングの映像がどんなだったか覚えてねえよ。こんなに警戒してみるオープニングもないからね。な <laughs> んもないかこの声だけ大丈夫か うん,うん、うん、大丈夫だった。大丈夫だったと思った瞬間、スポンサーの映像最悪っていうパターンだったわ。あ,あうん、頑張る。自然とそっちに来そうになる顔が。うん。うーん。 うわなんか、ヤマタノオロチみたいになってるああよみやっぱ見れごめん直視はできるアニメじゃなかったで、みんなは気づいてないんだ。うわぁえー もうお前らがありえないわ。だから、いっぱい首があるから、あんな声が出てたんだね。いや、俺なら降りるよ。うん、降りろ、降りろ。うん、なにあ,あ後ろどうなってんの、それ。あ,あ、また見えるか見えないか的なテスト。 えなになにどういうことうん、押せたね。なんだったの今のは。<laughs> 怖い <laughs>。怖い。うん。やばい。やばい。うおいや、もうダメかもしれない。ほん 頑張るって決めたのに。頑張るよ。うぅ<ー> <laughs> もういい。なんで降りなかったのねえ、なんで降りなかったの んいやもう、こいつまで怪しく見えちゃうっていうの。なになになにどういうことなんで見てんのなになにえ、わからないわからない。もう、前、前後が分かってないからごめんね。まあこれはしょうがない。スチャバックス。ね、エロ要素が少なくないなんか。 唇なんかどうでもいいからさボインとかバインとかないのうんえもしかしてスチャバで <laughs> スチャバで <laughs> スチャバできた <laughs> 何何言ってんのあ愛してるって言ってんだ なんか過去にあった人なんだろうなきっとうわこれちょっと悲しいねええうわやばよかった見なくて見なくてよかったわえうんやばいね あ目つけられちゃったんじゃないしかもなんか、男見てると思われたらなんかすごい攻撃してきそうなんだけど。束縛強そうだし。ねえ、<laughs> ちょっと。<laughs> うん、なんで濡れてんのなんでこんなびちょびちょなの どうするのどうすればいいのいや本当にさ、このアニメは何がしたいの <laughs> 口おかしい口の形おかしかった、今。 もういいもういいもうこの人やばいわ俺この人無理だわもうやめてくれ <laughs> やば 要はだから自分の男を見てないようにっていう感じのふりをしてるわけね今ねえ俺こんなんなったら生きていけないよ無理無理いやごまかせたうんぬんじゃなくてもう飛び出そうよ

ナイス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 。仕方したのうん、こう。まあ、他の店にしようよ。こいつ、軽いんだね。そういう感じですか。なんとも思ってない女の人なのかななんでそんないっぱい,いんのあ、だからあれか。わかった。 理解しました。だからこの男の例なんだよ。やばー。え、そういうこと違うんじゃないやばー。え、あの女の人に憎くてつて、え、今のはあの女の子が憎くて、そのこの男のなんか生き量みたいなのがいっぱいついたとかそういうわけではないのか。 けどそんなことあったらこの男どんだけ女殺してんだよって話になるからそれは違うのね見てないからわかんないんだよってツッコミはもう勘弁してうんいやーねえエロが薄いなんでそんな果汁薄めちゃってんのよもっとあるだろうこの子はい <laughs> やどうなの要は1万円以上買ったってことかさっきの値段で考えると だったら逆になんか1万円以上のなんかすごいやつ1個かけた方が良かったんじゃないうーんいや30過ぎたおっさんくらいしかしないと思うよ術とかいや <laughs> 流行に乗っちゃうタイプ何えー、どうしたいやーなんかいるん えなんでいなくなったのどういうことうーん。事実すれば。え今の何だったいなくなったね。いや、そういう話ばっかでいいんだよ。この作品は。どこ行くの行かないで。 抜け道なんかいいからいいからいやもうなんかすごいじゃんバイオハザードのなんか悪霊版みたいになってるじゃんあ聞いてるえ聞いてないの聞いてんのあ聞いてるんだああ効果あったんだねうーんけど全然見れない <laughs> 数珠の力がわからない俺には声はがっつり聞こえてるけどねえいすぎじゃねえねえ左右いすぎだろうやばーえー なになあ <laughs> どうしておじず壊れましたやんそれよりやばいやつがいるんだねきっとねえもう何なの <laughs> いや <laughs> どうすればいいの何が正解なのはなちゃんはどうなってんの <laughs> どうなってんのって聞かずに見ろよっていうね、うん、なんかいるでっかいの茶色いあやばい何あれすり抜けたあ二2つも うん、うん、なんかもう隠しようがない。<laughs> 画面が <laughs>。うん、お疲れ。あ、ああ、ね、いぐるみ。うん。いや、もう見えない人関係ないんだから撮らせりゃいいじゃん。ねえ、むしろ。<laughs> いや、なんか斬新 <laughs>。 斬新なことになってるけど。まあ、けど、この子には普通に見えるんだろうね。いやー、そりゃそうだろう。体貫通して撮るって。そういうことじゃない。そういうことじゃないんだよ。うん、しかもまた戻ろうとするなんて。頑張ったのに。また2個壊れちゃうから、そんなことしてたら、おじず。なんでかゆいのねえ。 ああねえ、エロ少なくね <laughs> 俺だけこんなブーブー言ってんの、エロに対して。うん。お尻ね。むしろそっちのリアルなお尻の方を見たいよ。んあ、そういうん絆。<laughs> <実な> <laughs> うまあけど、この子に私はすぐ壊れちゃうんだろうね。うん。あ もうないのかあげちゃって。残り2個もないのかんなんだっていやー、まだどっか行くのびっくりした。<laughs> 何何見てんの占いゴッドマザー この子も何なのまた今度かどういうこと ?3 万何この人何なんだ ?2 回。いや、めっちゃ稼いでるじゃん。そんなことができる人が出てくるんだ。 果たす分うーんかもとは言ってるけど本当にそういう力与えてんじゃないのいやすげえ入ってるけど母さんへあえあの人があれマサのあ違うかあの子のお母さんってことはないか年離れすぎだもんね うん。にゃあ、来たよ。あ、わかるんじゃないこの人には。この子のあれが。ちゃんとした地図くれよ。開運パワー開運というか、除霊というか、悪霊退散的なのくれよ。本当に いや、ダメ、ダメ。あ、効果が分かるのかな、この子には。うーん。すぐに。いるのかどうしてうん。いや、なんか分かったよね、この人は。さっきの目。いや、いやこういう話でいいの、こういう話で うん,うんいるじゃんもう。え何取りつかれてあさっきのやかゆかゆのやつやんうーんけどこのおばあちゃんうっすらなんだね。なんかこの主人公の女の子の方が全然霊力高いんだろうな。 うん。それがいいだろう。ええ何何何うん。生命オーラ。え、どういうこと生命オーラって何なの長生きとかできるとかそういうこと真逆のオーラは持ってるの。うん。 えお前か原因は君がゴキブリホイホイ的な感じなのああ、本人はけど影響がないの。<laughs> それはまあ、ある種無敵だけど、この子にとっちゃいい迷惑だね。うん、見える子ちゃんだよ。 あいい人。え、なになになにえ、面白いお話が随分と、ここに来て。玉手箱みたいな。え、不大丈夫なのそれ。うん。もう消えるかな後ろについたやつ。あびゃーみたいな。ああ、光ってる。い買える値段なのそれ。 いい人を。うん。まっとうにみたいなそういうこといや、消えてどうなの後ろのやつ。どうなのあいないすげえやるな ババアおい <laughs> いるじゃん <laughs> いるじゃんかえしかも壊れたよゴッドマザー何がゴッドなんだよただのババアじゃねえかてめえなあ一瞬だったよんけ <laughs> いや壊れやすいんじゃないようんいやもうここがお友達いんのやめ、まあ、とりあえずあれは退散できたのか僕はどうしたもういい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 うわもう エンディング、やめて、入り。もういいや、音切ろう。うん。いやー、今週もね、あのー、いろいろといろんなもん出てきたけど、<laughs> まあ見てないけどさ。まあ、バスのもすごかったけど、あの、かゆい会系のやつもね、なかなかだったね。あとは、あの、おばあちゃん出てきたんとこの話はね、すごい見れたんだけどね。 もっとあのおばあちゃんには頑張ってほしかったなあ,あっという間になんか終わっちゃったけどこれからあのおばあちゃんけど時々出てきそうじゃないなんかさあのー、覗いてた女の子いたじゃん学校の同級生あの子をまたみたいなこと言ってたけどね一体何なんだろうねあの人との関係はなんか手紙を見る感じは手紙の内容はお男の人っぽいんだよな だからあの人と血がつながってるとかなさそうだしまあそこら辺ももろもろ,もろね <laughs> 次回以降分 <laughs> かっていくるのかなまあ次回以降もうん頑張るとは思うけどねもう僕最初にほんと正面見てやりますとか言ってたけどごめんねもう僕はやっぱラジオでラジオリアクションとしてこの作品やっていきたいと思いますあ C パートあるん んだあ、何うんあ引退しちゃったんだえじゃああの人もう行けないじゃんあの同級生の女の子なんかしようとしてたけどまあそこはもうそんな詳しくやる気はないのかな <laughs> もう分かんないけどもそこはどうでもいいやというわけでね以上動画をお,お送りしましたバイバイ